僕には大切な人がいた彼女はいわゆる癒し系に属するタイプだった僕が抱きたい時に抱かせてくれた彼女からは一切僕に何かを要求することはなかったそれを僕は利用した何も言えない弱い彼女を僕は都合のいい女として扱ったそれは何年も続いた 体しか求めてない俺に不満もあっただろうしかし彼女は何も言わなかった気づけば彼女を抱く頻度が減っていた気づけば彼女の姿を見る頻度が減っていたそれでも彼女から連絡を取ってくることはない僕が都合のいい女にしたせいだ気づけば彼女のことを考える頻度が減っていた 気づけば彼女の存在を忘れていた久しぶりに彼女に会った正直彼女に魅力を感じなかったそれでも彼女を抱いた彼女は黙って僕に抱かれた昔と変わらない癒し系だったその日はよく眠れた夜だったまた抱きたいと思った 今度は大事にしようと思った抱き枕